YH さん、こんばんは。普段日経平均に言及しないテスラさんが、もう札で2万8500円に届くかもと言ってましたね。今週の爆上げ、何かしらの予感や根拠がありましたか？いやいや、そうじゃないです。あれは2万8500円に行ったら強気でポジションを変えるけど、そこまではボックスで、なんか2万8300円ぐらいで2回ぐらい跳ね返されての2万8000円ぐらいだったんで、また跳ね返される。ボックスで言うと、その上限だから、まあ危ないわけですよ。ただ、ここ抜けると、そのボックスを否定するんで、抜けてから強気になった方が確実じゃないっていう話をしたっていう感じです。だから、まあ、金曜日の時点で抜けたんで、金曜日の場中抜けてたから、金曜日は強気で、買いで、とりあえずいいんじゃないでしょうか、みたいな、です。躍動する筋肉さん、経済成長の一番重要な人口増加率ぐらい予想できるだろうに。まあね。まあ、人口が増加するんだったら株上がるっていうであれば簡単なんですけど、難しいですよね。それだけじゃないですからね。やっぱり人口増加、たくさんした、して、経済的に、しようが何しようが経済的にしんどくなったら、多分株下がっちゃうんで、そうですね。まあ人口だけでね、必ず勝てるんだったら、人口増えてる国の株買って人口が減る株売りゃ誰でも勝てるってなっちゃうんでね。加藤社長さん、テスラさんいつもありがとうございます。投資格言には多種様々なものがありますが、テスラさん心に留めている格言はこれまでに影響の大きかった格言があればご教授いただけましたら幸いです。一つもわかんないな。相場格言。一つもわかんないけど、書いてるのを読んだときは、あ、なるほどな、みたいなとか、あ、確かにっていうのは、なんかたくさんあったこと、たくさんあったと思いますけど、相場格言一つも覚えてないな。なんかあったかな。よく言われたのが、ナイフをなんとかみたいな、ありましたよね。落ちてるナイフをつかむな、みたいな、ありましたけど、落ちてるナイフよく掴むなとか思ったから、これはなんか覚えてますけど、相場格言みたいな、ちょっとわかんないですね。ごめんなさいね。なんかいっぱいお金もらったのにわかんなくて。タイソンさん、こんばんは。テスラさんに影響されて投資を始めました。元で100万円を信用取引で運用しています。平日は仕事があるのでスイングトレードやってるんですが、何かアドバイスいただければ幸いです。アドバイスが難しすぎるんだけど、平日は仕事があるのはスイングトレードやってるやつ、何のアドバイス？ざっくりだなぁ。いや、めちゃくちゃざっくりだなぁ。リスクを取らないことを一番に考えてっていうか、まあ、リスクを一番に考えてずっとやってほしいですかね、リターンより。あと300万円で1銘柄300万円立てたときは、その銘柄の倒産確率とか、何かある確率とか、最大どこまで下がるとか、その元本100万がどこまで毀損する可能性があるとか、そういう、その僕は立てるときはもうそのマイナスの方向ばっかり考えてやりますけどね。それとリターンが合うかなんで。スミチャンネルさん、こんばんは。1800万円手元にあり、10年くらいで1億円にした後株取引を始めました。どのような手法が確実でしょうか？デイトレードがいいのかなと思ってるんですが、金額とかどのようにかけていけばいいのかわかりません。いやいや、デイトレードはダメな気がしますけどね。1800万円手元にあってデイトレードするんだったら、100万円で、やって、1700万円は置いといてください。1800万円あるから1800万円買ってもあんまり意味ないんで、10年あれば100万円からでも1億円いけますし、1800万円がなくなる方が大変なんで、100万円がなくなったらまた100万円入れてを3回ぐらいやって、ダメだと思ったらもうやめた方が、1500万円残してデイトレードをやめた方がいいと思います。あと、まあやっぱり10年とかかけるんだったら、まあ、確実にずっと業績が良くて配当がちゃんと出てるやつを、でも5倍、6倍とかですからね、10年で6倍にはなんないか、意外と難しいかもしれないですけど、まあ、確実っていうのは、そもそもその相場に確実っていうのはないので、確実ではないけど、
なんか100万円ずついろんなやつチャレンジしていって、自分が合うやつが見つかった時に初めて300万入れるとか400万入れるとかした方がいいんじゃないですかね。1800万あるから1800万っていうのは株取引始めてばっかりだと危ないと思います。ラップさん、こんばんは。株を始めてから見ても全く触らなかった日、旅行などできなかった日は除外は最高何日ぐらいですか？連続でってことですよね。ちょっと覚えてないなぁ。まあでも、旅行どけると数日あるかないかかな？ないのかな？一日もないってことはないと思いますけど、まあ3日間何にも触らないみたいなことはなかったんじゃないですかね。あったのかな？ちょっと記憶にはないですね。あ、でも休んだとかあったか。ちょっとわかんないです。ごめんなさい。株って結局人気投票なんですか？そうですよ。うん。人気投票です。どれだけむちゃくちゃいい株っていうのがあったとしても、むちゃくちゃ人気なかったら、例えばそれが殺傷とか、わかんないですけど、なんか、他の誰もあんまり参加者がいないような証券取引所にあったら、やっぱり株価上がりにくいわけじゃないですか。でもそれが、みんなが目に留まれば、みんなが投票すれば株は上がるわけなんで、やっぱ人気投票だと思いますよ。タカ子さん、友達や人と話していて、この人は株に向いてるなと思う人いますか？いるとしたらどんな性格の人ですか？論理的に物事を考えられる人かな。うん。どっちかっていうと、理屈に長けてた方が株は勝てると思います。うん。あと、その感覚でも勝てるんですけど、その感覚派の人は多分喋ってもあんまりわかんないんじゃないですかね。お、これ以上にわかりやすい言葉で話す投資家いないです。ありがとうございます。ありがとうございます。これでもあれなんですよね。その、わかりにくいって感じる方は、結構その数字をすごい追っかける人とか、数字で、決算の数字でとか、それこそガチガチの数字ファンだみたいな人からすると、そもそも自分の中でその感覚的なことを大事にしてなくて、数字で判断するタイプの人は、そもそもその感覚の話を聞いても、まあ、わかりにくいんですよね。なので、人によるんじゃないですかね。でも普段から感覚でを取り入れてやってる人とかっていうのはわかるんですけど、そもそもその感覚的なことを完全に、言語化するっていうのはとっても難しいというか不可能なんで、それはまあ自分がのタイプで、まあ分かりにくくも分かりやすくも聞こえてしまうのかもしれないですね。なのでなんかの時にね、なんかそのちゃんと喋ってない、ちゃんと喋ってない、なんか隠して喋ってるみたいになんか言われたことがあったんですけど、もうマジで何にも隠したことがないんで、だから、あ、そういう風に聞こえる人もいるんだなっていうのはちょっと思ったことはありますね。そもそもその隠すつもりだったら YouTube やらないんじゃねって思っちゃうんですけど、はい。